はい、みなさんこんにちは、くーです。はい、ですね、私も今日から牛さんを飼う準備をし始めたいと思ってますよ。はい、ですね、まずはじめに牧草畑の準備からしたいと思っています。はい、ですね、この牧草畑をね、選ぶのをすごい実は迷ったんですよね。どこを牧草畑にしようかなって。はい、牧草畑は一旦牧草畑にしちゃうと、他のね、コーンとか別の作物を植えようと思った時にプラウできちんと開墾しなきゃいけないんだよっていうのを教わったんですよね。はい、でどうしようかなと思ってですね、牛さんのすぐ近くのね、フィールド40番にしようか、このバイオガスプラントの近くの41番にしようか、すごい迷ったんですけど、はい、私はとりあえず41番にしてみました。はい、そしてですね、そのフィールド40番ですね、あ、こちらの、左下の牛さんのすぐ近くのフィールドですね、こちらは先ほど、大麦を収穫したばかりなんですよね。はい、そしてこのね、藁をね、ベールにして、こちらも牛さんの混合飼料に使っていきたいと思ってます。はい、あと、そしてですね、はい、牛さん用のサイレージの準備も始めましてよ。はい、これはですね、草ですね、牧草を集めてきました。はい、まだフィルレベルが 12% なので、もうちょっと集めてからブランケットをかぶせて発酵していきたいと思ってます。はい、そして、はい、これがお牛さんのお家ですね。はい、はい、ここに牛さんが来ると思うとすごい楽しみですよね。はい、ちょっと待ってください。この赤いのは何ですかね。ソルトブロックかな。でもソルトブロックこういう形の見たことないですね、あまりね。はい、あまりいいか、まあ、とりあえずですね、はい、私は牛さん今でも飼えるかなと思うんですけども、やっぱりね、ちょっと牛さんにはね、快適に過ごしてもらいたいなと思うので、混合飼料とかも準備をバッチリ済ませてからお迎えしたいと思ってます。はい、それじゃあね、早速牧草畑、はい、種をね、植えていきたいと思います。じゃん、はい、こんな感じ。はい、じゃあ頑張ってやってきますよ。はい、ですね、牧草畑ができました。はい、すごいなんか緑の絨毯って感じで、すごい綺麗ですよね。はい、そしてですね、新しいトラクターも購入してきましたよ。はい、ツイッターではね、ちょっと報告したったんですけど、私もランボギーニ買っちゃいました。はい、私、このね、ランボギーニっていう会社をですね、1年前くらいまで知らなくてすごい、ランボギーニって何って聞いたら、すごいね、驚かれたんですよね。はい、そしたら有名なスポーツカーの会社だったみたいなんですけど、でも元々はやはりトラクターでね、起こした会社っていう話も聞いてるので、はい、まあ、とりあえずですね、私もちょっとかっこいいランボギーニを買ってみました。そしてですね、はい、芝刈り機も後ろつけてみましたね。ちょっと待ってください。そうですね、トラクターはこちらランボギーニ、はい、そしてですね、モーワーズで、はい、こちらのね、今までこの真ん中のやつは前も持ってたんですけれども、今回はちょっとね、いっぺんにたくさんの芝を刈りたいなと思って後ろにもつけました。はい、どうですか、ちょっと白と赤でなかなかいい感じだと思うんですよね。はい、それではですね、ちょっと待ってください。これちょっとね、私こういう展開するのすごい可愛いと思うんですよね。どうですか、はい、こんな感じでいきますよ。ちょっと待ってください。はい、こうやって開くんですよねちょっと可愛いですよね。はい、
ちょっと遊びすぎちゃうとあれだから。おお、っていうかボーダーがなくなっちゃいましたね。はい、どっから始めよう。それじゃあですね、芝をどんどん買っていきますか。もうちょっと待ってください。じゃあ後ろのターンを、はい、こんな感じかな。ちょっとギリギリまでやっても平気なんですかね。はい、はい、こんな感じでですね、どんどん芝を買っていきたいと思います。はい、こんな感じでいいですかね。よいしょ、止める。アンホールドしようかな。はい、それじゃあね、ちょっと残ってるところもあるけど、このくらいで OK とします。はい、危ない危ないですよ。あのですね、私この鉄板をねかけずに、このすいませんね、ちょっとはい、私このテッターでね、まず草をね乾かさなきゃいけなかったんですけど、あともうちょっとでこのウィンドローラーで集めちゃうとこでした。はい、もうギリギリで気づいてよかったです。はい、今に急いで買ってきたのはこちらテッターですね。はい、こちらで牧草を乾かしてヘイにしていきたいと思います。ヘイ、干し草ですね。はい、あーもうびっくり。そうですよ、このこれをね忘れてやっちゃうと干し草じゃなくて普通の牧草のねベールができてしまうので、はい、よかったです。ちょっと待ってください。アンフォールドロアですね。おお、あ、こんな感じなんですね。ってか、あのウィンドロアの方はですね、あの何度か、ね、他の方の配信で見たことあったんですけど、これは実際初めて見ましたね。ちょっとうまくいけるかな。ターンオン。それじゃあ頑張ってやっていきましょう。よいしょ。あ、そうなんだ、色が変わるんですね。乾いてるぞって。 OK です。よいしょよいしょ。だいたい終わったけど、ちょっとあんまりうまっ、あー、まっすぐ運転できなかったからちょっと残っちゃいましたね。もう一回ぐらい一周してこようかな。よいしょ、乾きましたね結構。ちょっと始めるとき慌てて、いや始めちゃったから、もうちょっと待ってください。あー、曲がれない。よいしょよいしょ、このくらいでいいですかね。はい、ちょっと待ってください。ちょっとターンオフ、リフト、あ、待って待って、アンフォン、あ、リフト、ちょっとね見てみたいなと思いまして。なるほど、結構これはねえ、メンテナンスとか大変なんじゃないですかね。結構、こういう機会もあるんですね。テタテタテタっていうぐらい、どう言うんだろう。へえ、でもすごい、でもすごい。もしフィールドに大きな石とかあったらね、壊れちゃいそうですよね。まず石拾ってから石がないことを確認してから使わなきゃいけない感じですかね。よし、あもうちょっとかっこいいですね。無事収まりましたね。はい、それじゃあ次はいよいよウィンド
ロアです。 はい、ちょっとね、私ここに止めとこうかな。はい、これ早く使いたくてね、さっき興奮して ね、いきなりこれを使っちゃいそうだったんですけど、はい、いよいよこの出番ですよ。はい、大きいですからね、ちょっとうまく使えるといいな。もうすごいすごい。もし広げますよ、アンホールド、じゃん。そしてロア、うわー すごい、すごい。あ、ちょっと待って、やっぱこれも先に見とこうかな。はい、おー、すごい。これもなんかもっとすごい。こんなんなんだ。こういう機械とか本当に見たことないですね。ふう、ちょっと楽しみですね。ちょっと待ってください あれ、ちょっとターンオンでいいのかな。よし。ああ、回ってる。これはでもちょっと運転も難しそうですよね。ちょっと頑張りますよ。まっすぐ行くかな。頑張る。まっすぐまっすぐ。どう？よし。よしよし。こんな感じ。どうしようかな、ぐるっと一周しちゃおうかな。うん、そうしよう。あ、ここ残ってる。残ってるのは？ああ、残っちゃうんだ。なるほど。よいしょよいしょ。頑張る。集中。や、もうなんか、わけわかんなくなってきた。どうしよう。もう、なんか、ちょっと違う気がするけど、まあいいか。このぐらいでいいですかね。はい。よし。もうちょっと集めた、一緒にしちゃった方がいいのかな。でも、このくらいでいいかな。もうちょっと経験を積めばもうちょっと綺麗にできるかもしれないけど、今は OK はい、よし、終わりにする。これでいいのかな。よし、こんな感じでですね、まとめることができました。それじゃあね、私はこれからベーラーを買いに行ってこようと思います。はい、それじゃあまた後でね。はい、買い物から帰ってきました。はい、私はですね、はい スクエアベールにするかロールベールにするかすごい迷ったんですけどね、こちらのロールベールを買ってきましたよ。ですね、ちょっと確認してみましょうかね。はい、ベーリングテクノロジーで、一番左のロールベルトを買ってきましたよ。はい、そしてですね、できたロールベールを集めるために、一番右のですね、ベールコレクターも買ってきました。はい。こんな感じですね。なんか、はい、ちょっと可愛いやつですよね。これは多分8個ぐらい入るって書いてありましたっけ？ね。はい、それじゃあですね、早速、ベールを作っていきたいと思います。どうし、ちょっと待って、ちょっと後ろ下げて、ローは、アンフォールド。よし。で、ターンオン。いきますよ。どうだ？こんな感じ？わ、大丈夫かな？お？
100%。OK。アンロードベーラー。これ自分で押すんですね。自動とかじゃない。転がってっちゃう。転がってっちゃいいのかな。よし、あれ、閉めるのも、クローズバック。閉めるのも自分、OK。よし。なんか自動的に排出されるのかなと思ってたけど、自分でやるんですね、これは。OK です。よいしょ、よいしょ。ですね、ちょうどビールを作り終わったところです。こんな感じで結構たくさんできましたね。多分100%にならないとこれは排出できないのかな。じゃあね、残ってる35%分の干し草は次回に、持ち越したいと思います。切ろうか。ホールド。OK。よし。じゃあ、ここに置いといて、とりあえずじゃあ集めてみましょうかね。それじゃあ集めていきたいと思います。これ、ちょっと待って、オペレーティングポジション。これでいいのかな。 OK。 これで近くまで行けばいいんですよね。お すごい、急にパッと。 これは向きとか大丈夫なのかな。どんな角度でも大丈夫。拾ってくれた。私にはこのようバックできないから。 感じですよ。おっとっと、間違えた。おっと、行かないで。じゃあ、あっちも。これ結構楽しいですね。こう。よいしょ。はい。あと2つ入るのかな？100%ですよね。OK。トランスポーティングポジション。じゃあ、それじゃあね、左下の、牛さんですね、フィールド40番の近くまで持っていきたいと思います。ですね、ビールはどうしようかな。この辺に置いておこうかな。どうしよう、ここでいいかな。じゃあ、この辺にここでいいかな。アンロード。じゃん。あれ？おなるほど、なるほど。前に、違う。アンロードベイルヒア。お、倒れる。倒れるかと思った。ちょっと前に行って、ローアローディングプラットフォーム。OK。待って待って。 じゃあ、間違えちゃった。 もうびっくり。 よし。すごい。ちょっと待って、ちょっと待って。すごい、すごい。 すごいバランスになっちゃった。 これは倒れるのもちょっと時間の問題ですかね。こう、えい。戻った。 すごい、戻りましたよ。
ズッツキも OK なんだ。すごーい。じゃあ、はい、残りのやつもじゃあね、集めていこうかな。ちょっと待って、 すごいバランスだった。わかった、ちょっと待ってください。この辺に置こうかな。よしよし、なるほど。おお、こんな感じなんですね。はい。なんか、前にちょっと進んで、どうですか？じゃあ私はですね、続けて、藁のベールも作っていきたいと思います。ですね、はい、外にね、藁と干し草を、ちょっと話してるとできなくなっちゃうから、ちょっと待って。 はい、こんな感じ。どうだどうだ、収まる？ですね、外に干し草と藁のね、ベールを置いてたんですけれども、はい、ちょっとね、地面が平らじゃなくて、ちょっとすごい倒れそうになっちゃったんですよね。はい、なので、ちょっと小屋の中にね、入れてみようかなと思ってきました。はい。よし、もうちょっと後ろ下がれるかな。できた。よし。なかなかいいポジションじゃないですか、これは。はい。ですね、ツイッターでですね、バッグがっていうのをね、できないから騒いでたんですよね、また。 はい、酔っちゃうとか言って。そしたらですね、皆さんがね、いろいろとコメントでアドバイスくれたんですよね。はい。それでですね、あれからちょっと練習して、なんとなくね、まだ下手くそですけども、はい、ちょっとずつですね、自分の行きたいところに 行けるかなみたいな感じですかね。はい。いや、でも本当にありがとうございました。もうなんかね、本当は諦めちゃおうかなとか思ってたんですよね。でも、すごいね、リプもらってすごい嬉しかったんで、あれからちょっと頑張って練習しました。 はい。でも、もうちょっとね、話しながらやってるとこんなになっちゃう。 はい。よし。はい。よし、最後まで集中。
だ。どうですかね。はい、ちょっとバックの練習の成果も少しずつ出てきましたかね。はい、よし、これで、はい、ここに置く。よし、どうだ。はい、そうですね。じゃあちょっと外に出ましょうかね。はい、ですね、これでで、ね、わらのベール作りも終わって、そしてですね、ここにも置いたんですよね。はい、ちょっと地面がね、ちょっと斜めになっちゃってて、はい、多分ね、倒れるのも時間の問題かな。はい、そうですね、わらはいっぱいできたんですけども、牧草がねまだちょっと少ないので、これからまたたくさん作っていきたいと思います。はい、そしてですね、はい、あちらのサイレージも準備ができました。はい、これでですね、牛さんに必要な混合飼料、わらと干し草とサイレージの準備ができました。はい、今度はですね、ここに牛さんをいよいよ迎えて、混合飼料を作って、牛さんにご飯を食べてもらいたいと思います。はい、それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。